はい、ナーフの、アルファトルーパー CS18 っていう少し古い型なんですけど、ジャンク品で入手しましたのでちょっとご紹介します。まあ、基本的にライフルのような感じの型なんですけど、後ろにストックを装着することができます。こんな感じ。まあ、電動じゃないんで基本的にはこう引き金をここを引いて、トリガーを引いて発射する感じですね。よくジャムるんであまり使用には耐えないんですけど、今空打ちになりました。これ、マガジンを交換するときはこうですね、グリップを引いて下にロック外して下にここに入れます。向きがありますので、まあ、入れて装着、ロックかかります。で戻すと、もう打てる状態ですね。はい、ということでアルファトルーパーの CS18 というちょっと古い型のナーフでした。